多分ね、さっきの海外とか置いてちゃって、海外とか行ってあ、すごいこう映画の内容が日本の ある問題をちょっと引いたようなお話なので、海外でどういうふうにその日本の問題が受け入れてもらえるかなっていうのはちょっと不安もあったんですけど、まあ、アッピさんは同じアジア圏ですけど心よくこう受け止めていただいたなっていうのは Q&A とかで思ったので、すごい世界にも伝わるテーマなんだなと思っています。新しい発見の一つ、発見、そうですね、そこはちょっとどう海外がどう反応するかは全然読めなかったので、発見というか安心というか、はい、伝わってよかったなと思います。はい、行きました。いや本当にこう観客の方々と一緒に自分たちも映画を見させてもらって、映画を受け止めてくださった方たちが本当に熱心にこう質問をしてくださったことが嬉しかったし、こう、うん、初めてこう映画が届いた感覚がしました。でもなんかその描かれていない部分についても監督がこうサブテキストを作ってくださったり年表を作ってくださったりとかして、細かく話し合いながら査定に臨んでいったので、とてもこう充実した時間だったなと思います。大丈夫です。すごく映画の醍醐味だと思うので、世界に対してアピールできるっていうのはとてもいい経験になりました。そしてやっぱり母国の日本での映画祭に、まあ、コロナが、まあ、こうちょっと落ち着いてきて、こうやっていろんな人たちが、ね、声を出してくれてるっていうことに喜びを感じてます。はい、関崎さん、写真だけ本当にお願いします。